あなたの部屋。あ、ごめんね。ジロジロ見ちゃって。男の子の部屋に入るのって初めてだから。あ、寝るときお布団なんだね。私もお布団。ごめんなさい。何を話していいか。私は、何でもいいよ。そんなに気を使わないでいいよ。そうだ、私ね、まだ勉強してるよ。料理と資格も。出ていくつもりはないけど、きっとやって損はないと思うから。私、気づけてきっと、出て行って一人暮らししてたら、後悔してたと思う。私ね、自分一人で何でもできるようになりたかった。でもそういうのってすごくおこがましいって思ったの。旅館があって、家族がいて、中井さんや板前さんたちがいて、そういう優しい輪の中で育ててくれたから今の私があるんだよね。そう思ったら、私の人生って私だけの問題じゃないんだって思えるの。だから私は、私の意志でここに残ろうと思うの。私に気づかせてくれた大事な力だね。これあげる。あそこの神社のお守り、あなたを守ってくれますように。したいけど、私はここに残るから。私の代わりにこのお守りがあなたを守ってくれるから。そしたらずっと一緒だから。あのね、
あの